株式会社、北村製作所は、新潟県新潟市港南区に本社を置く、産業機械メーカー。貨物自動車の車体、特殊用途自動車や特装車の仮装、電気通信設備の局舎、収容箱、産業用洗浄装置を製造、販売する。比較的近年までバスの車体を製造する、コーチビルダーとして知られていた。 典型的な地方資本で特定の自動車メーカーとのつながりはない。現在はアルミ板ボトルカーなどのトラックボディの仮装を手掛ける。新潟市中心部の流作城地区で創業。後に出来島地区に移転したが、1993年に市南部の両川工業団地に再移転。出島の工場跡地は、翌1994年にショッピングセンター、デッキ401として、 再開発され、2016年2月29日までは、関連会社の株式会社、北村開発で管理運営を行っていたが、同年3月1日以降は、北村製作所が管理運営を行っている。コースターパノラマサルーン戦後、航空機産業から業態転換したメーカーが、次々とバスボディ市場に進出する中、北村製作所は、独自に、 モノコック構造のバスボディの開発に成功して1948年に同市場に参入。地元の新潟交通向けを足掛かりに他社と比較すると頑丈な構造が評価されて、東北の日本海側や新州、一部は北海道や関東の事業者にまで路線バス車体を納入した。当初はメーカーを問わずに車体を仮装していたが、徐々にコーチビルダーの系列化が進んだ結果、 後年になると、仮想例は、椅子自動車制に限定されるようになる。顧客として、日本屈指のバス会社である新潟交通と、神奈川中央交通を持っていたことから、1960年代の中小ーチビルダーのータを免れたが、1980年代のスケルトン構造のバスボディ開発競争に遅れを取り、1985年に市場投入するまでの間に、新潟交通、 首輝自動車と一部の小型バス以外のすべての顧客を失ったため、1988年度を最後に大型、中型のバスボディ製造から撤退。その後は、イスズの小型バスのみを製造していたが、1995年にイスズバス製造へ事業譲とし、バスボディ製造から撤退している。イスズ以外の車種では、トヨタ自動車の小型バス、コースターの 観光バス事業者向けとして、キックアップルーフで、後部座席天井に傾斜付きのガラス窓が設けられたパノラマサルーンなどがあった。ありがとうございます。